霊夢は、イージス護衛艦アタゴの能力の凄さを知っているか？もちろんよ、アタゴちゃんには、ダームストラング校の生徒が乗っていて、縁のゴブレットをかけて対抗戦をするのよね？なんで今さらハリーポッターなんだ。違う違う、日本を守ってくれる、最強の抑止力の一角なんだぞ。え？マジ？ということで今回は、護衛艦アタゴイージス艦の性能、混合型との違い、弾道ミサイルは迎撃可能か？お送りするぜ。お願いね。それでは皆さん最後までゆっくりしていってね。冒頭でも話したが、日本のアタゴなどのイージス艦が初めて登場したのは、1983年のことだったんだ。ふむふむ。そして、1970年代にアメリカ海軍が研究開発したイージスシステムは、主に対空戦闘を目的として作られたものだったんだぜ。どんなシステムなの？これは、敵味方を自動で識別し、脅威の評価、迎撃目標の選定などをシステムが行い、突然のミサイル攻撃など、人間が判断や操作をする時間がない場合、自動でミサイルを発射することも可能なシステムなんだ。おお、まさにハイクラス迎撃システムね。ああ。つまり、イージスシステムは、人間の判断を介さずにシステムが自動でミサイル発射までを行ってくれるのだからな。イージスシステム、最強説あるわ。また、世界初のイージス艦であるタイコンデロガのネーミングは、18世紀にニューヨーク州北部に作られたタイコンデロガ要塞から付けられているんだぜ。タイコンデロガ？変な名前ね、マリサ笑わせないでよ。だが、アメリカ海軍のタイコンデロガに搭載されたイージスシステムは従来の艦艇とは全く違う高度な戦闘式システムとして、37年経った現在でも世界最高の防空システムとして各国海軍が採用しているんだぞ。ははは、震え。そして、1993年、日本で初めて就役したイージス艦が混合であり、現在混合型4隻、アタゴ型2隻、マヤ型2隻を保有しているんだな。おお、日本のすごいわね。この、マヤ型の2番艦であるワグロは2020年現在、偽装中であり、稼働できるイージス艦は合計7隻となっているんだぜ。どんなイージス艦があるのかしら？混合山をはじめ、霧島妙高町海アタゴ足柄マヤハグロだな。しかもこの数は、アメリカ海軍に次いで世界で2番目に多いイージス艦保有国でもあるんだぜ。2番目、ナンバーワンになる日も近いわね。そんなわけで今回は、数あるイージス艦の中のアタゴ型の能力と混合型との違い、また、弾道ミサイル迎撃実験について解説していくぞ。お願いね。さて、イージス艦の特徴といえば、艦橋周りの4面に装備された八角形のフェイズドアレイレーダー SPY-1D が挙げられるんだ。ふむふむ。500キロ先の目標でさえ探知できると言われる SPY レーダーは、まさにイージス艦の目であり、向かってくるミサイルや航空機を遠距離で探知することができるんだな。探知してどうするの？もちろん、迎撃するわけであり、その他に、対空ミサイル SM-2 を誘導する機能も備えているんだぜ。でも、一般的なレーダーと同じなんでしょう？いや、一般的な回転するレーダーとは違い、半球上の範囲をすべてカバーできるため、死角がなく、どこからミサイルが飛んできても探知できるんだな。ほほう。また、アタゴは混合型の SPY レーダーから、さらにバージョンアップしていて、ミサイルのような小型高速目標と、天頂方向の捜索追尾能力が向上しているんだぜ。なんだ、ただの最強か。またまた、目標の同時追尾数も増えており、より多くのミサイルや航空機に対処できるようになっているんだ。なんだ、ただの最強か。一方、混合型イージスには装備されていない特殊なレーダーが、SP-99B なんだぜ。そうなの？ああ。近代化改修によって新たに追加されたこのレーダーは、海上自衛隊では初めての装備となるからな。フェイズドアレイが表と裏の2面についていて、毎分60回転で水上捜索を行うことができ、通常の水上レーダーと違う点は、波長の短い周波数を使用することで、海面からの余計な反射波の中からでも近づくミサイルを探知追尾することが可能な点なんだぜ。日本のイージス艦のミサイル探知能力、すごすぎるわね。ミサイル以外にも、小型の水上目標や潜水艦の潜望鏡も探知できる能力があり、まさに最強のレーダーなんだ。日本のレーダー、半端ないわ。まあ、このレーダーはもともとアメリカのイージス艦や空母、強襲揚陸艦に装備されていたものなんだが、アタゴ足柄は近代化改修により SP-99B が装備されているんだぜ。そのうち、日本のイージス艦は全装備、国産になりそうね。さて、そんなアタゴ型と混合型の違いだが、アタゴ型と混合型の一番大きな類似点といえば、ヘリコプターを搭載できる格納庫がある点だろう。ヘリコプターを搭載できる格納庫があるの？ああ。
そのため全長は4メートル長くなり、排水量も500トン増加しているからな。ふむふむ。また、混合型もヘリコプターの発着緩和可能であるが、格納庫がないため、人員や物品輸送など一時的な運用のみに限定されているんだ。どんなヘリコプターを積めるのかしら？これは、SH-60K と呼ばれるヘリコプターで、上空から敵の水上艦艇や潜水艦をあらゆるセンサーを使って捜索。探知し、そのデータを艦艇に送信して攻撃の準備を行うのが主な任務でもあるんだぜ。おお、かっこいいわね。しかも、アタゴ足柄は格納庫の他にも航空管制室、搭乗員待機室なども準備されているんだ。他にも違いがあるかしら？ああ、その他にも、マストと飛砲が大きく変わっているんだな。マストが？まず、混合型は従来の護衛艦と同様のラティスマストであるが、アタゴ型はステルス性の高いステルスマストに変更されているわけだ。ほほう。飛砲については、混合型のメララ54口径127無砲に変わり、米海軍62口径127無砲になっており、マストと同様にステルス性を重視した形状になっているんだぜ。メララー。さて、イージス艦の任務として重要なのが、弾道ミサイルを SM-3 で破壊せよ、作戦なわけだ。なんなのよ？その B 級映画のタイトルみたいな作戦は？まあ、簡単に言うと、イージス艦の任務として特に重要なのが、弾道ミサイルから日本を守る BMD なわけだぜ。BMD?BMD とはバリスティックミサイルディフェンスの略で、弾道ミサイル防衛を意味するんだな。ふむふむ。そして、平成30年9月、アタゴはパールハーバーに入港後、ハワイ沖にて SM-3 の発射試験を行い、BMD 艦として認定されているんだぜ。BMD としての能力が認められたのね。ああ。そもそも、SM-3 は発射後、分離しながら大気圏外に出て、弾道ミサイルを破壊するわけだ。この時、SPY レーダーは発射された弾道ミサイルを宇宙空間まで追尾し、SM-3 を誘導する役割を果たすんだな。なるほど。そして、通常のミサイルのように作薬による破壊ではエネルギーが足りないため、弾など部分をダイレクトにヒットさせてその衝撃で物理的に破壊するんだ。なんで、他の方法で破壊できないの？例えば、作薬で破壊する場合、その爆発エネルギーが拡散してしまい、弾道ミサイルを破壊することができないからだな。つまり、鉄砲の弾を鉄砲の弾で撃ち落とすよりも、はるかに速い領域で衝突させなければならないわけか。その通りで、だからこそ、BMD のミッションは非常に高度な技術を要するのは言うまでもないわけだ。私にはできないわね、確信。さて、それでは、今後のアタゴ型はどうなるのか？についても説明していくが、海上自衛隊が導入した2世代目のイージス艦がアタゴなわけだ。ふむふむ。非常に優れた戦闘力を持つアタゴ型であるが、海上自衛隊は今世紀半ばまで運用すると報じているんだな。もっと長く運用してほしいわ。その頃には、さらにすごいイージス艦が完成してるだろ。また、2018年にハワイ沖にて模擬弾道ミサイルを大気圏外で迎撃に成功しており、ミサイル防衛システムの能力の保有も確認されているんだぜ。さすがは、我らのアタゴちゃん。だが、命名をめぐっては、海上自衛隊の迷走か？という声もあったんだな。どういうこと？そもそも、8月24日、三菱長崎造船所で新型イージス護衛艦が浸水し、アタゴと命名されたわけだ。うんうん。前述した通り、アタゴ型は従来の混合型を基本にミサイル防衛対応型として能力向上を図ったものであり、アメリカの恣意国的視政策に加担し、アジアでの軍事緊張を高めるものでもあるんだな。そりゃ、恣意国と戦う可能性が高いですし。まあ、それは仕方がないんだが、これまで海上自衛隊のイージス艦は、山の名前をつけていたわけだ。それじゃ、アタゴちゃんは？実は、今回も京都市にあるアタゴさんにちなんでいるということなんだな。ほほう。そして、今回の艦名決定にあたっては、海上自衛隊の内部募集でほぼ決定した当初案が、旧帝国海軍の主力艦名だったことから軍国主義復活との批判を恐れ、白紙撤回して再募集したと報道されているわけだ。みんな怖いもの知らずだな。記事によると、海上幕僚幹部は今春、各地の部隊や出先機関から新型イージス艦の名前を募集。集約して候補名を絞ったが、海幕上層部から待ったがかかり、5月になり異例の再募集をしたということなんだぜ。最初は何だったのよ？当初案は旧海軍を代表する名前造船所関係者の大和か、多くの作戦に参加し戦後まで生き残った長門海事幹部と見られています。もっともアタゴも旧海軍時代に2代にわたって使われていた名前で、他の艦船の多くも昔の名前で出ています。過去の侵略戦争を反省せず、
旧海軍の歴史と伝統を引き継ぐ海事の本質を物語っていますと報道されてしまったんだ。どこの会社が報道したのかしら？その辺は大人の事情があるから、視聴者の皆さん自身で調べてほしいが、アタゴには、この他にも様々なトリビアがあるんだぜ。知りたい知りたい。その辺も今後の動画でお伝えするが、アタゴが最強のイージス艦であることには変わりないわけだ。随分無理やり締めようとしてるわね。まあ、今後もイージスシステムや BMD のバージョンアップ、武器も SM6 や SM3 ブロック 2A などにアップデートされていくことが予想されるわけで、アタゴからは目が離せないぜ。アタゴちゃんの秘密がもっと知りたい人は、コメント欄で教えてね。本日のお話はここまでだぜ。よかったら、チャンネル登録高評価お願いしますね。それでは皆さんまた次の動画でお会いしましょう。